名乗る名もない、ケンジブリッジズピックアップアップアップ。かっこいいね、オケが。ケンジブリッジズがおすすめするアーティストを毎月紹介するコーナーというございというコーナーでございます。ということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、僕音楽が大好きなんで、まあ、せっかくこの新型音楽番組、はい、まあ、ちょっとちょろちょろと出させてもらえるようになったので、はい、まあ、ちょっとアーティスト紹介させていただきたいなと思い、ちょっとコーナー作らせていただきました、はい、ケンジブリッジがおすすめする、おすすめする、まあ、僕の好みのみたいな、まあ、みんなに知ってほしいよみたいな、はい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 、まあ、ここでオフィシャルヒゲダンディズムとかは言いません、うん、なるほど。いいっすね。はい、皆さん知ってほしいアーティストを紹介したいということでこのコーナーなんですけど、はい、今日ピックアップするアーティストはあのフィフティーンマスっていうアーティスト、はい、数字の15、アルファベットで MUS、はい、マスでフィフティーンマス、はい、なんですけど、はいはい、まあ、このアーティストは、まあ、いわゆるチーカーみたいな感じで、まあ、SNS とかで曲がバズったりして、うん、ああ、よう見るもんね、はい、まあ、10代の方とか、うん、まあ、20代の方に支持を集めているというアーティスト、はい、で元々バンド活動をしてて、なんかバンドだとやっぱ人数がいるので、うん、なんか活動がしにくいなみたいなこと確か言ってたと思うんですけど、はいはいはい、で結局一人でトラックメーカーそして MC に転身したっていう、はあ、ではバンドというそんな、うん、まあ、ラッパーって言っていいのか分かりませんがね、うん、確かにね、この人の曲って結構なんか韻を踏んでないんやけど、うん、すごい聞き心地がいい、その刻み方というか、うん、なんていうか、まあそのリリックセンスもめちゃくちゃいいんで、知ってました、あの Your Song と伝えなきゃいけない、うん、伝えなくちゃいけないか、うん、はめっちゃ好きで入れてますね、 iPhone に。あ、そうなん、知ってたんですか。そうそうそう、知ってます、知ってます。あ、じゃ あの電話ゲストでお願いすればよかったですね。全然言えば出てもらえましたんで、次ちょっとブッキングしますね。マジで、うん、やば。で、まあ今日はそういうね、フィフティーンマスさんを紹介したく、はい、とりあえず1曲聴いてもらうのが早いと思うので、なるほど、まあそれこそ SNS でバズったのが「愛を知る」っていう曲とか、はい、まあ、Your Song、まあ、チーカマも携帯入れてるぐらいの曲がバズった曲で有名なんですけど、はい、個人的にフィフティーンマスを知った曲ということをまず知ってほしいなということで、僕が初めて知った曲で「止まってく」っていう曲、止まってく、うん、これもいい曲なんで、ぜひとも聴いてほしいなと思います。はい、フィフティーンマス、止まってく。君に染まってく彩り、また意味が変わってく、転がりほら日々重なってく、どこかしらでずっと繋がってる、ほどけてまた君が笑ってる、おぼろげだよ夢だって泣いてる、それでもこの歌を歌ってる、いつまでだって君が浮かんでる。完璧な日なんてないと思った、行きたい場所はいつだってごった、帰る人の中で君はどっか違っていた、すぐ会いたいよ今夜、指折り数えた時間の効果、ムカついたいつかのことも脳幹、間違えてうつむいた時はもうさ、連れ出してくれ手を引いてどうか、何でも衝動的にやれちゃう君は素敵、振り向きはしゃいだ姿も絵になるから、不思議さ心の鍵、開けられてもそりゃ仕方がない、広がった世界にまた泣いた、星降る二人は空の下、月の話はいつまでも歩いてゆく、どこまでも気づくとほら、君に染まってく彩り、また意味が変わってく、転がりほら日々重なってく、どこかしらでずっと繋がってる、おどけてまた君が笑ってる、おぼろげだよ夢だって泣いてる、それでもこの歌を歌ってる、いつまでだって君が浮かんでる。なかなかめっちゃいいね。この曲で僕はこのフィフティーンマスというアーティストと出会いまして、でラジオで本当個人的にすごいかけてて、そしたら、まあ、このフィフティーンマスさん、まあのマネージャーの方から反応がありまして、やば、うん、ありがとうございますって反応が来て、そこからつながりが出たっていう、はあ、うん、すごいね、すごいいい曲、まあ、どの曲も基本的にはまあ、ラブソングと言っていいのかな、恋愛の歌が多い、そんなアーティストになってるんですけど、これ10代に刺さりやすいよ、うん、ほんまにこれ、まあ、この曲のコメントではないんですけど、うん、それこそ「愛を知る」っていう曲に関しては MV で、まあ、17万回生と再生されてるんですけど、はいはいはい、まあ、そういう MV には当時好きだった人が港未来で告白してくれて付き合った記憶が鮮明に蘇ってきましたみたいなコメントとか、まあ、みんなが経験したことあるような、うんうんうん、誰もが共感できるような、ああ
こんな恋の歌を歌ったフィフティーンマスさんね。なんも声も聞き心地いいもんね。メローな感じ、うん、雨も似合いそうな。似合うし、そんなに声張ってないけども、うん、なんかスッと入ってくるような。あとチーカマンともね、なんかコラボしたらすごいいいんじゃないかなって、ね、正直思うぐらい。めっちゃ書きたいな一緒に、うん、で今回紹介させていただいたんですけど、でそんなフィフティーンマスさんが先週新曲をリリースしまして、6月7日に。ほうほう。その曲のタイトルが、はい、ちょっとちょっとっていう曲。ちょっとちょっと、うん、タイトルだけだとね、どういう曲なのかね、うん、あの世代的にはザ・タッチなんで ねザ・タッチをちょっと急に思い出してしまうんですけど、はい、うん、これも またあのラブソングということで、自分の思い通りにならない好きな人の気持ちと未練を歌っ たいいな。で今日はあのこのフィフティーンマスさん本人のコメントをもらっているので、あら、まあ、まあ本当この曲の説明も多分あるはずなんで聞きながら、はいはい、あの早速また新曲の方をね聴いてもらいたいなと。クオリティ高ないこのコーナー思います、はい、ということで、あのフィフティーンマスさんのコメントも聞いて新曲も聴いていきましょう、はい。吉野美 FM 名乗る名もないお聞きの皆さん、チーカマンさん、ケンジブリッジさん、こんばんは。フィフティーンマスです。私フィフティーンマスは横浜を拠点にアーティスト活動をしておりまして、主にビートメイクと MC をしております。普段はヒップホップを中心に曲を作ってまして、しっかりね韻を踏むものから、ボックス寄りの歌い上げるような、楽曲も制作しています。先日6月7日にリリースしたちょっとちょっとという曲についてなんですけど、これはねどちらかというとメローに歌い上げる系の曲に、しがってまして、未練だったりとか次になかなか進めないモヤモヤした気持ちだったりをですねポップに昇華して、歌っております。フィフティーンマスらしい曲になったと思います。サビなんかもねこう思わず口ずさみたくなるような感じに仕上げたので、ぜひ聴きながら、歌ってくれたら嬉しいかなと思います。というわけで、新曲のちょっとちょっとお聴きください。というわけで本日ありがとうございました。フィフティーンマスでした。バイバイ。無駄に買って増えたものが今になってこんなにあることを知ったサブリミナルまで夢に見るくらい溢れてるから求めてるまたちょっとちょっとごめんねって嘘だよな勝手もそうするよダメなのかなどうか落としてくれたの入ってくるなこれすごいですよね、無駄に買って増えたものが今になってこんなにあると知ったってやばいね、うん、ここの言い回しまだまだ、すごいね今手元にリリックありますけどもはあ本当どの曲も本当スッとこう体に入ってくるような歌を歌い上げるフィフティーンマスさんなんで、はあ、うん今回はあの、まあ、全曲ね、まあ、フルで聴かせてはないですけども、ぜひとも皆さん各配信サイト、はい、まあ、Spotify だとか Apple Music とか、まあ、YouTube とか MV とか公開されてるんで、はい、数字で15アルファベットで MUS マス15マス、はい、
で検索してぜひとも入れてほしいなと思います。どの曲も本当おすすめですけど、まあ、今回のこの新曲もおすすめだし、はい、ケンジブリッジ個人的にはこの紹介させていただきました染まってくる染まってくるということでおすすめおすすめです、うん、ちょっとメッセージ当然でいいですか、はい、ラジオネームシャンポ、ちいかさんケンジさんこんばんは。こんばんは。音楽紹介コーナーめっちゃいいです。毎週楽しみにしてますって言ってますけども毎月でお願いします。毎月やね。ここまでクオリティ高かったら毎月やね。月一でお願いします。まさか本人コメントあると思わなかったんでやっぱすごいなと思いましたけどもね、はい、皆さんもフィフティーマスさんぜひチェックしてくださいということでケンジブリッジズピックアップアップコーナーでした。名乗る名もない。